元気もりもり。どうも皆さんこんにちは、もりもり博士です。今日はもりもり博士ってどんな人、よくわかんないな、もっと知りたいな、どんな思いでソーラン節を踊っているのか、もりもり博士がどんなことにこれから挑戦するのか、5つのテーマでお話をしていきます。それではまず最初にプロフィールから。もりもり博士は北海道出身です。北海道皆さん行ったことありますか？大きいですね、大きい北海道、北海道の出身で、小さい頃から、まあ、18歳まで住んでいました。僕は3人兄弟の末っ子です。そして、まあ、小さい頃から結構運動が好きで、スポーツも好きで、幼稚園の時になんか腕骨折したんだけど、なんか片手で飛び越えちゃったりとか、ドッジボールとか全国大会目指そうとか、野球めっちゃ頑張るぜ、甲子園目指すぜって言ってめっちゃ頑張ってたりとか、いろんなスポーツが好きで、ずっと何かしらの運動はしてきました。あとはすげえ目立つのが好きで、小学校も児童会長、中学校も生徒会長、いわゆるなんかそういう目立つような立場でみんなを引っ張るぜっつって、やるぜ、楽しくやるぜ、みたいな、学園祭でみんな新しい企画やっちゃおうぜみたいな感じで、かなり自由度高く目立ちながら生きてきた小中学校ぐらいの時代でしたね。私18歳の時に筑波大学に行きたいと思って、筑波大学でやっぱり運動が好きなんで体育スポーツの勉強ができる国立大学ということで、私は筑波大学に進学をしました。その時はですね、スポーツ選手のトレーナー、いわゆるオリンピックに出るような選手とか、そういった選手のサポートをしたいと思ったんですね。ただ1年間大学にいて、なんかこれちょっと違うかな、なんか俺目指すべき道こっちなのかなって思い始めて、結局諦めたんですよね、その夢をね。っていうのも、まあ、怠けといえば怠けですよ。トレーナーって狭きもんだな、諦めよう、みたいな感じでね、すげえね、ネガティブだったんです。人生で初めて目標なくしたんです。目標がないとね、辛いよ。めっちゃ辛かった。何のために頑張るんだろう、どこに向かっていくんだろう、全くわからないまま大学2年生の時に筑波大学辞めちゃおうかなと思いながら人生歩んでたんですけど、なんだかんだ筑波だからできることをやろうという気持ちに切り替わって、そこからいろんなことにこうチャレンジをして、ですごいそこで一番出会いの中でやべえと思ったのがダンスとの出会いでした。筑波大学ってダンス部がすごい有名で、かなりダンスの授業とかもすっごい楽しくて、たくさんそういう授業も受けたり、ダンスの機会、踊る機会をいただけて、まあ、そこですごい感動したんですよね。何が感動したかっていうと、なんか表現をする自分の体でいろんな気持ちとかいろんなもう思いをですね、表現するというダンスに魅了されて、うわやべ超楽しいと思っていたら、大学4年生で北海道出身だからね、北海道の民謡だったソーラン節を踊るという機会をいただいて、ダンスによっては表現がすげえ楽しいと思ったのと、ソーラン節が超楽しく踊れたっていうのも掛け合わせて、僕の中ではソーラン節がもっと踊りたいな、もっといろんな人と踊りたいなという思いで、大学の学生のチームだったんだけど、学生だけじゃなくて地域の人とか留学生とか、目が見えなかったり耳が聞こえない、足があまり動きが良くないとか、車椅子の人みたいな、いろんな人も、障害を持っている人も一緒に踊る、で地域の子供たちとか、そういうのも来る、主婦も来る、みんないろんな人たちで踊るみたいな、ユニバーサル、まあ、いわゆる誰もが参加できる空間を作ってソーラン節を踊ってきました。そしたら1年目から海外に踊れたりとか、フランス行ったり、年間80回ぐらい日本の国内で踊ってたので、もうソーラン節超楽しい、めちゃくちゃ本気でやったら、いろんな人の応援をいただいて、いろんなところで踊ることができました。じゃあいざ社会に出るというタイミングで、まだ学生だったから、その時に、まあ、いわゆるね、悩みました。このままソーラン節でご飯食べれるかなと思っても無理だろうなって思ったり、やっぱりソーラン節頑張ってもどうやって生きていけるんだろう、やっぱり会社に勤めなきゃダメかな。ちょうど東日本大震災があったので、その時に、まあ、僕はどうやって、まあ、周りの人たちに貢献できるのかなと思った時に、ソーラン節という選択肢だけでは生きていけないなと思って、社会に出て会社に勤めて仕事をするということで、サラリーマンになることを決意しました。サラリーマンになって、そこで出会ったのが
今度は健康づくりのトレーナーという仕事だったので、人々を健康にするという仕事をたくさんたくさんしてきました。健康づくりをする中で、それでもやっぱりここでソーラン節やっぱ出てくるんですね。社会人になっても踊り続けてたので、そうするとソーラン節で人を健康にできるんじゃないか、よしサラリーマンを辞めて独立をしよう、独立をしてもっといろんな人たちを健康にする勉強しよう、その時にソーラン節をもっともっと研究しよう、そう決意して、今まさに筑波大学の大学院に所属しながらソーラン節を少しずつですけど研究をし始めています。そんな僕にとってはソーラン節はですね、人生を変えたかけがえのないものです。ソーラン節によって今の愛する妻とも出会いましたし、いろんな人との出会いも生まれましたし、大人になってからソーラン節を通じていろんな人がお祭りだとかイベントだとかパーティーとかでもいろんなところで踊ってきた中で、人の前で喋って表現をするということもたくさん経験してきました。やっぱ自分自身がどんな風に生きていくのか、どれぐらいの本気の気持ちで生きていくのか、それが一番相手に感動を与えることだというふうに気づきました。僕はですね、これから挑戦したいことがあるんです。まさに人生は挑戦の連続だと思ってます。本気で生きるということは、僕は感動を僕自身が感じてきたし、相手に感動を与えることができてきました。その生き方をもっといろんな人に伝えたい。これから小学校、中学校、大人になるまでの間にたくさんの経験をする子供たちに特にこの思いを伝えたいなと思っています。ソーラン節で得てきた全ての経験を今まさにこれからを生きる子供たちに全力で伝えたいと思っています。そして僕は夢があります。100万人の人と一緒にソーラン節を踊るということも目標にしています。ぜひですね、ソーラン節を踊ってる人たくさんいるので、もっともっとソーラン節が大好きになる人を世の中に増やすということを目標に、100万人の人とソーラン節を踊るということを目指します。暑苦しいですね、熱い私は暑苦しい熱烈な講演家としてこれからも歩んでいきます。 YouTube でも講演をしている内容を上げてみたり、踊るだけじゃなくてたくさんいろんなお話もこれから動画として上げていきたいと思います。ぜひとも皆様、これからも楽しんでください。最後でございますが、多く多く皆様とつながっていきたいので、チャンネル登録をよろしくお願いします。いいねボタンと高評価グッドボタンお願いいたします。そしてベルマークってね、ピッと押すと毎回こう通知が来たりしますので、僕が上げた動画をすぐにでもキャッチできます。いいねと思ったら、これ面白いと思ったらシェアもどんどん SNS で拡散してください。皆さんと一緒にソーラン節の輪をどんどん広げて、ソーラン節が超楽しい、めっちゃ楽しい、元気になった、健康になった、痩せた、感動したって思えるような、そんなソーラン節をどんどん作っていきますので、これからもモリモリ博士を応援よろしくお願いいたします。皆さんのことをどんどん応援しに行きますからね。それではこれからもどうぞよろしくお願いします。バイバイ。